皆様こんにちは。今回は、Get Ready With Me 第3弾。もう本当に、喋りながら、準備しながらメイクを撮れるので、結構これはシリーズ化していきたいなって思う。たくさん更新していきたいなと思ってるので、今回もこういう、もう今からもう一本撮ってお出かけに行くので、はい。このメイクの感じを見ていただけたらと思います。はい。では、どうぞ。はい。では、今回も、Get Ready With Me ってことで、今回は、前よりももっと、急ぎで、やるので、使ったコスメとかは全部備考欄の方に入れておくので、そちらを、こう、出して見せられないと思うので、そちらを見ていただけたらと思います。はい。じゃあ、カラコン入れます。また、ミッシュブルーミンのバージンハニーです。もう急いで行かなきゃいけないんで、暑い。今日は久々に晴れてすごい嬉しいです。なのでちょっとお出かけ、まあ付き添いなんですけど、妹とお買い物に付き添いに行ってきます。もうディズニーの疲れがすごい。結構最近アフターシックスとか、夕方じゃない、お昼から行って夜までとか、こうフルでディズニーにいるっていうことはあんまりなかったんですけど、ちょっと久々にこの間は、まあ開園時間には間に合わなかったんですけど、9時ぐらいから、10時前まで遊んで、すっごいくたくたで。で、C に行くと必ずお酒を飲みながら遊ぶので、すごい。もう、くたくただし、顔はむくんでるし、ですね。で、最近資生堂のスポーツファンデーションを頼んだんですよ。で、届いたのでちょっと個別でそれは使っていきたいなと思ってます。たくさん教えていただいてありがとうございます。おすすめを、私ネットでその資生堂のスポーツカワーの取扱店を探したんですけど、なんか近くになくて、ああ、じゃあ Amazon でちょっと試しに買おうと思って、ちょっと色味とかわかんないんで、なんか濃いっていう、色が濃いっていう噂を聞いたので、2色買って、で、この間最寄りっていうか、近くの、いつもコスメ買うお店に行ったら置いてあったんですよ。なんかやっぱりアットコスメでも人気ってことで、なんか特設会場みたいな特設コーナー設けられて置いてあって、もう色味もそこで確かめて買えばよかったって思ったんですけど、まあ一番良さそうなやつは買ってたんで、ちょっとそれは別で紹介したい。なんかコメントで、なんで眉毛をアイシャドウで描くんですかっていうコメントをいただいたんですけど、もうただ単に、アイブロウ、私が持ってるアイブロウで、なんかお気に入りの色がもうなくなっちゃって、なので、ただただ、ないので、アイシャドウのマットのアイシャドウで描いてるってだけです。はい。ちょいちょい質問とかも一気に答えられるので、すごく私は好きです。しかも本当に
動画をちゃんと撮るっていうあの時間がない時でもメイクってやっぱり毎日のようにするので、それを動画にできたら結構いろんな動画が撮れるので、ちょっとこれは頻繁にやっていきたいと思ってます。ハロウィンメイクのリクエストも結構いただいてて、私もやりたいんですけど、グロいのとかではなくて、ちょっとモノマネではないんですけど、キャラクター系、キャラクター、そんなもっとりキャラクターじゃなくてマスコット系ってよくわかんないなんかそういうのにも挑戦したいなと思ってるんですけど、考え中です。今もう秋なんで、最近ずっと赤っぽいアイシャドウだったりを使ってますね。可愛いですよね、秋って。夏はもう気温的にすごい好きで、もうわーってなれるしみんなワイワイしてるしすごい好きなんですけど、秋も秋でもうお洋服の色味とかすごい好きで、コスメも、はい、私も秋生まれなので、秋生まれ11月1日なんですけど、ギリギリ秋かな、なのですごい好きなんですよね。でもほんと冬が嫌いで、寒いのが一番耐えられないんですよね。なんか暑いのは、私去年一昨年かくらいにくらいまで3年間ぐらいクーラーが、自分の部屋のクーラー壊れてて、でほんとクーラーなしの生活を3年間ぐらいしてたんですよ結構もう汗だくで起きるみたいな感じ でそれのおかげか、ほんと全然風邪をひいたり、あの体調を崩すってことがなくて、でもそのクーラーを直してもらってクーラーの部屋で寝たり、まあ過ごすようになってから、なんか一気に体調を崩しやすくなったっていうか、そうなんですよ。いいのか悪いのかですよね。私多分クーラーに合ってないんですよね、体がすごい今年風邪ひいたり、結構熱、高熱出たりするので、もう結構悩んでるんですよね。全然風邪ひかないキャラだったのに、家の中で、実家の家の中で、はい。まあ女性は3の倍数の時に体の変化が、体調の変化があるみたいなの言われてるので、私ちょうど21でそれなので、そのせいかなと思う。私の知り合いも結構そのせいかもみたいな感じで言ってたので、私もそのせいなのかなって信じたいんですけど、クーラーっていうかこの温度差がすごい苦手なんですよね。私サイパンとかグアムに行っても外は暑いのに、このウェルカムの意味で、あのお店の中ってすごい冷房ガンガンに効いてるんですよ。なんでその差、その温度差
に耐えられなくて、1回グアムじゃない、サイパン行った時かな、にすごい夜熱が出て、まあその日もずっと布団にくるまって寝て、汗をたくさん出してクーラーは切って、で暑くなったら脱いでみたいな感じで、あ、布団から出てって感じで、その繰り返しをしてたら次の日は良くなったんですけど、もう嫌なんですよね、それが。そういうのが多いんですよ、夏でも。そう、それで今年体調を崩したせいか、そっから食堂のまでの道遅くなった気がしていきなり何の話って思うかもしれないんですけど、ですっごい私すっごい大食いっていうか、ほんと食べる量が多くて、しかもイカ水とかじゃないので、もう全然ブクブク太っていく方の大食いで、必ず一人前じゃ足りない一人前じゃなんか物足りないっていつも思うぐらいに大食いで、結構家族みんなそうなんですよ。お母さんは多分イカ水かなって思うんですけど、ガリガリで、なのに二人前を必ず食べるっていう感じで、妹もまあそういう感じで、お父さんは普通にまあ男の人の量を食べるんですけど、それが最近もう全然食べれなくて、食べたいと思わなくなっちゃって、もう楽しみが1個減っちゃったって感じなんですよね。しかもそれのおかげで痩せるとかもないから、ちょっともっといっぱい食べたいと思うんですけど、私は胃が小さくなったって思ってたんですけど、おばあちゃん曰く胃は小さくならないっていう、大きくも小さくもならないっていうことを教えてもらって、ただそのここの食べ物が通る線が細くなってあまり入らなくなったっていうだけだよって言って、そうみたいなんですよ。次は食べるの大好きなんですよね、本当に。本当イカ水の人が羨ましいです。私の友達も沖縄に一緒に行った子なんですけど、すごい食べるんですよガリッガリなのに、ほんとイカ水で、ほんとにネギシの牛タン屋さんのご飯おかわり自由っていうを4杯食べるような子で、まあ今はちょっと体調を崩してそこまで食べれないって言ってたんですけど、でもすごい食べてすごい羨ましいんですよね。私のちっちゃい夢、イカ水になりたいいっぱい食べてそんなにガリガリに保てるような人になりたいっていうちっちゃい夢です。このカメラってすごいチークが濃く見える。皆さん、最近の秋のおすすめコスメとかありますか？私もふらっとお店入って良さそうなのは試してみたいなと思ってるんですけど、やっぱりね、化粧品詳しいからたくさんいらっしゃるので聞きたいと思います。はい、そしてハイライトは今日はこれを使ってみます。おー、ツヤっとして、おー、
とかに比べると全然安いのに、すごい綺麗に輝いてくれますね。すごい。はい。で、マスカラ。マスカラなんだっけ。あ、ラッシュね。落ちにくいアイライナーおすすめありますかって、よく質問いただくんですけど、私は今のところキングダムのリキッドアイライナーが落ちにくいなって思ってます。結構ピュッてはみ出してこう手で取ろうと思ってもう取れなかったり、ピューラーしても取れなかったりするので、私も落ちにくいの、落ちやすいのが悩みで、皆さんに教えていただいて、キングダム使い始めたんですけど、本当に落ちにくかったです。こんな感じでメイク完成です。リップは、最近、赤リップに挑戦してます。このマキアージュのリップを塗っていきます。なんかこれほんと落ちにくくって、で、これはちょっとローズピンクっぽい。でも RD なのでレッドの部類だとは思うんですけど、ちょっとローズピンクっぽいので赤も買いたいなと思ってます。ディズニーの時はずっとこれ塗ってて、で、すごい飲み物も飲むし、食べ物も食べるしってことなんですけど、このグロスのツヤツヤ感がなくなっても色は割と残ってたので、やっぱすごいなと思ってます。これ今度もうちょっと赤っぽい赤も買っていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっと赤っぽい全体的にメイクをしました。同じだ、一時行くよいしょ、行かなきゃ。はい、で、洋服はこのこれもユニクロなんですけど、ユニクロのロングめの丈のものを着てます。で、これにハイカットのコンバースを合わせます。髪の毛はお団子です。コンバースのハイカットとか合わせるときちんと感すぎずちょっと外せるので、こういうファッションで今日は出かけていきたいと思います。はい、ちょっとまた喋りながらなんでパパパッとやっているんですけれども、こんな感じで Get Ready With Me でした。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。